2月嬉しい返事もらったけど、あの日から8日が回り道に行かになった。おはよう、から始まるやりとり。一分後には既読になって、避けたスタンプ送り合ってたけど、最後は決まって臭いことばと、ハートマークだった。気づかないふり増えてく喧嘩も。